皆さんこんにちは。美人女優として知られる坂口涼子さんは1971年16歳の時にミスセブンティーンコンテストで優勝したことをきっかけに芸能界入りしました。その頃はお嫁にしたい女優ナンバーワンの人気がありました。芸能界入りした翌1972年にドラマ愛ちゃんが行くで主演デビューして以降、アイドルのように歌を出していた時期もありましたが、年齢を追うごとに女優へとシフト。実にたくさんのドラマや映画に出演していきます。若き日の坂口涼子さんが出演している印象深い作品といえば、テレビドラマタンポポや戦略おふくろ様シリーズが挙げられるでしょう。とりわけ初々しい坂口涼子さんの魅力が光ったのは市川崑監督の映画金田一耕助シリーズです。監督に気に入られたのか、1976年公開の犬神家の一族の他にも1977年の獄門と翌1978年の女王蜂と立て続けに起用されています。またゲスト出演だったにもかかわらず、坂口涼子さんの演技が切なくて心打たれるという人が多いのが、1975年に放送された萩原健一さんと水谷豊さんの主演ドラマ傷だらけの天使です。そして1980年西田敏行主演の池中玄太80キロでヒロインの鳴山暁子役を演じた頃には、女優という認識が世間にしっかり定着するようになった坂口涼子さん。最近の作品ではもちろん渡る世間は鬼ばかりの長谷部里子役は外せません。この作品が坂口涼子さんにとって最後の出演ドラマとなりました。そんな坂口涼子さんはプライベートでは1986年に不動産会社役員だった田山恒彦さんと結婚しています。当時坂口涼子さんは31歳、田山恒彦さんは3度目の結婚だったようです。ちなみに田山恒彦さんという人はバブル期に暗躍したいわゆる地上げ屋さんで、一部に地上げの神様と呼ばれるほどの人物だったと言われています。そこで疑問なのが、女優の坂口涼子さんと地上げ屋さんだった田山恒彦さんがどのように知り合ったのでしょうか。二人の出会いは1984年12月熱海温泉に出かけた。坂口涼子さんは知り合いだった本州開発の社長と会い、近くのカラオケスナックに入りました。そこで紹介されたのが常務であった田山恒彦さんです。年齢差が大きかったため坂口さんは奥さんがいると思い込んだのですが、当時の田山さんは死別と離婚を経て当時は独身。坂口さんは田山さんから1年後のクリスマスに金子ゆかりディナーショーに誘われました。以後は結婚を意識するようになり、トントン拍子で交際が進んだのです。1984年12月といえばちょうどバブルが始まる少し前あたりです。この頃の田山恒彦さんはイケイケで、きっとめちゃくちゃ羽振りが良く、その辺の芸能人には到底及ばないようなお金の使い方をしていたに違いありません。しかしそんな坂口涼子さんと田山恒彦さんの結婚生活は長くは続きませんでした。田山恒彦さんが役員を務めていた不動産会社はバブルの崩壊により破綻し、多額の借金を負ってしまったようです。坂口涼子さんの元旦那だった田山恒彦さんという人は実はとんでもない人だったようで、離婚のどさくさに紛れて坂口涼子さんは勝手に連帯保証人にされていたそうです。そしてなんと坂口涼子さんは40億円もの途方もない借金を押し付けられてしまったのです。坂口涼子さんにしてみれば、もともとこの40億円もの借金は詐欺にあったようなものなので、自己破産する道もあったはずです。しかし坂口涼子さんは本来なら受けないような女優以外の仕事もバンバン受け、たった10年で40億円もの借金全額を完済してしまったのです。やはり彼女の負けん気が強くて、とっても真面目でまっすぐな人柄がそうさせたのでしょうが、やはり一番大きかったのは愛する2人の子供たちのためだと考えられています。そして2012年8月10日に尾崎武夫と再婚しています。尾崎三兄弟の次男坊です。兄はジャンボ尾崎こと尾崎正史さんで、弟は尾崎直道さん。坂口涼子さんと尾崎武夫さんは1998年に知人の紹介で知り合い、その時から15年間にわたって事実婚状態が続いていました。今回の再婚はまさにようやくといった感じの結婚だったようです。ちなみに15年間も入籍できなかったのは、ひとえに娘の坂口杏里さんのお許しが出なかったからなのだとか言われています。この事実一つとっても坂口涼子さんが娘さんのことをどれだけ愛していたかがわかります。再婚した7ヶ月後、坂口涼子さんの重病説を週刊女性が報じます。記事によると、
坂口涼子さんは2011年夏頃から通院し始めており、2013年2月末には入院し、 10kg 以上も体重が減っていることから、なんか重病を患っているのではというものでした。これに対し坂口涼子さんはその日のうちに自身のブログで次のように説明しています。私の体調につきましては、昨年腸閉塞を患い、それとほぼ同時期にインフルエンザから肺炎になってしまったりと、体調を少し崩しておりました。現在は栄養を補給するため点滴等の治療をしながらゆっくりと静養しておりますと、あくまで腸閉塞とインフルエンザを原因とする肺炎が重なっただけと説明しており、重病説を否定した上で仕事復帰への意欲を見せていました。週刊女性のスクープから約2週間後の3月29日の午後、旦那の尾崎武雄さんと娘の坂口安里さんの連名のファックスにて、マスコミ各社に坂口涼子さんの訃報が伝えられました。かねてより病気療養中でしたが、2013年3月27日午前3時40分永眠いたしました。つい2週間前に重病説が流れていたものの、あまりも急であり、57歳という若さでの旅立ちに日本中に衝撃が走りました。坂口さんは亡くなる5日前の3月22日にイメージキャラクター契約を結んでいる化粧品会社との契約更新をしています。その際にはご主人の尾崎武雄さんの支えがあって、なんとか歩けるほどの衰弱ぶりだったそうです。担当者は消え入りそうな小さな声が聞き取れず、体を乗り出し耳を近づけて何回か聞き直すような会話だったそうです。2011年秋にがんが発覚するも、周りには隠して闘病していた坂口涼子さん、そんな坂口涼子さんは実は2011年秋にはがんが発覚していたそうです。坂口さんはお酒とタバコが大好きだったようです。5、6年前にはしゃがれ声で現場に来ることがあり、プロデューサーから注意されたこともありました。発覚してからすぐに手術を受け、その後は約半年間にわたって月に2から3日ほどの抗がん剤治療を受け続けたそうです。その間も坂口涼子さんは表情一つ変えずにドラマやバラエティ番組に出演していたのだと思います。坂口涼子さんの闘病生活を間近で見守っていた元マネージャーは、当時の坂口涼子さんの様子について次のように語っています。治療中は吐き気や脱毛など抗がん剤の副作用に悩まされていたと思いますが、泣き言一つ漏らさなかった。体調が悪くても専属のヘアメイクに女優坂口涼子さんのルックスを完璧に仕立てさせてから現場に出る、あの徹底したプロ意識には感心させられました。坂口涼子さんがここまで頑なに病気を隠した理由は、子供のため、特に娘の安里さんが芸能界で独り立ちするまでは何としても仕事を続けたいという気持ちが強かったと言われています。坂口さんは19年前の離婚後、無我夢中で働き育児ができなかった、それをとても後悔しており、子供たちに罪滅ぼしをしたいとよく口にしていたそうです。坂口涼子さん、ご冥福をお祈りいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。